日はたくさんのリクエストが来たので、無理に無理に無理を重ねて土下座までして、お願い出演をお願いいたしました、誰だっけ、あやさんです、どうぞ。はい、そんなに言えんの、もちろん。はい。よく来ていただきました。来てやったぜ。はい。やっぱド S キャラ出るじゃん。出ないんじゃなんか、ド S キャラ出る。いいね。あ、ド S じゃない。ド M な、ド微妙な感じ、ね。まあそっちかな。どっちかって言ったら。でもひまわりは気に入ってない。ひまわりはちょっとあんまりかな。いいね。どん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 もう姫の何でも言ってください。対応させていただきます。だんだん逃げていかない。逃げて、はい、逃げてってるよね。で今日は特別にあわあわでプレミア5接待という感じで、こうやっていきたいと思います。気持ちいいの一生懸命追っかけていきますので、はい、よろしくお願いします。そうは言っても調子はどうですか。やっぱね、調子は良くない。良くないね。肩首腰足、ね、この感じはどう。この感じ、うん、なんだっけ、しびれてる感じ。あー、ここね。あ、うん、そっちなんだね。うん、ここは全然しびれてるね。了解です、うん、その辺も泡使いますけど、少しでも元気になって帰っていただきたいなと思います。では、はい、この動画がいいなと思ったら、高評価ボタンよろしく。よろしく。おお、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。いいのノリは。それからコメント、ここが大事です。見てますよ。です。では始めます。今日ご接待コースです。でも楽にしてください。すごいプレミアム感。特別ですよ。本当に本当だよ。これだってうちのメニューにはないんだ。あわあわ。うん。でも動画であわあわの見たけどな。だから動画用な。あ、そういう方。うん。別な泡これ。そうです。嘘。普通の石鹸のとはちょっと違います。普通の石鹸だともうシュワーンと泡がなくなっちゃうんだけど、ずっと持ってる石鹸という感じはむしろないんだよね。よいしょ。調子は？うん。よくはないんだね。まあでも前よりはいいかも。うん、あーでもゴリゴリ言ってる。言ってるね。
寒くない？全然大丈夫。大丈夫。暑がりだから。え、そうなの？うん。え、そうそうだった。ひまわりがあるだけ。そこね。そこ。じゃあ何にする？いやいや、遠慮なく言ってん。ひまわり以外なんか。何でもいいけどひまわりはや。じゃあ。霞草？それなんかそんな春ガールじゃないしな。季節的には私何の意味？じゃあ夏だけど暇。あ、夏なの？ガールじゃん。夏なんか暑くてフラフラになってない？うん、夏はねあんまあれだけど。暑くない夏が好きなんだね。秋が好きだよ一番は。好きなのは秋なの？うん。うん、秋春。あ、が好きなの？うん。うん。ゴリゴリや。ひまわりっていうのがここにこうするやつあるじゃん。何？あのディズニーのなんかでほら出てたりするお姫様がやる感じの何？何かこうコメント入れて。分かんない。なんだっけ？何？カトレアか？何？違うな。ここよくこうなんかハワイアンな感じでさ、ここ花やってる。ハイビスカス。あ、そう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 。全然違うじゃん。何さっきのカトリアみたいなやつ。何ハイビスカスっぽいんだよ。それだよ。え、でもハイビスカスガールじゃちょっとわけわかんなくない？いや、そんなことないよ。いやだ、花で例えなくていいんだけど。なんでなんで。ハイビスカスだよ。もっとなんかさ、開きたくなるようなさ、例えばバラ。いやもう花は花から離れてとりあえず。花じゃ何、何でもいいけど。なんだそりゃ。ほとんど泡で見えません。痛い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 。大丈夫。あんまり弱いと効かないしね。おお。そうそう、さっきやってたの何？こうやって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 。タイムバンク？うん。タイムバンク知らないの？知らない。あの言ったけど、あのなんだっけ。最強だと思ってるのはポンタのポイントを貯めて、でホットペッパーで使って、うん、ポンタのポイントへ移行して、うん、ローソンであのポイントでこうピッとロッピーかなんかビーって出てくるとさ、うん、あるじゃん、うん、ある。あの 9% の缶チューハイが70ポイントとか。あ、なんかバカにしたの。上から換気した。上から換気した。そんなのよりもすごい。そんなレベルじゃない。ないんだ。うん、あとなんだっけ。だったら T ポイント貯めた方がいいや。ウェルシア。ああ。20日やばい。うちもやってる。あのウェルシアの20日。1.5 倍で買えるの、 T ポイントで払うと。え、そんなのあるの？そう、めっちゃ得だよ。7000ポイントだったら1万円以上買えるし。おお。あ、なんか冊子が来てた。あのちょっと後で解説して。え、解説できるかな。難しい、冊子できないからさ、ちょっと困るんだけど。そこじゃなくて、これを。そこか。腰は痛くないの？腰も痛い。だよ、これいるよ。腰です。うん、ああ痛いね。そっちのが痛い。うん、まあこっちかが上腰、こっちが下腰。ああ、じゃあ下腰が痛い。下腰ね。下腰。
最近セルフエステ行き始めたな。お、知ってる知ってる知ってる。うん、あのあれでしょう、機械で自分でやっ、そうそうそう、行き放題みたいなやつね。友達に紹介してもらって1ヶ月1500円でね、うん、初回は行けて毎日行ってる、うんうん、昼休みはま、え、昼休みに行くの、うん、ささっと、その安い時間が、あ、昼なんだ、むっちゃ興味湧くよ。嘘、本当、キャビテーションとラジオ波、うんうん、分かる分かる、うん、分かる分かる、自分膝より下はね、まあまあ結構そんな太くはないから、うん、あ、はいはい、そう、膝上からもう腕がうわーって、そう、ね、そうめっちゃやってる。へーあの、そこのパルコの横にもできた、いや、らしいね、うん、自分は金山だけど行ってんのは、うん、そう、なんかフィットネスでもマシーンだけの、あ、なんだっけ、有名ななんとかっていうところがあって、 そこも24時間ですごい安いんだけど、うん、あのインストラクターは一応いるんだけど、うん、機械あの使い放題みたいな。へー、でもエステの方が惹かれるよね。うん、そりゃね、自分でやる。そう、あの市販のよりも全然いいんでしょ。あ、それもう業務用のやつ、業務用の130万円の機械がずらっと並んでるんだよ。そんなそこまで効果じゃなさそうだけど。あ、そう、うん、いや、業務用って結構するんだよ、うん、一応そういう仕事やってますから。まあでも多分あれは2、30万の機械かなって感じ、うん、それでも2、30万だからね、うん、てるね、うん、疲れやすいからね。そうだね、姫様は疲れやすいからね。そう、もう地下鉄から地上に上がる時だけでもう疲れたなるなる、もう足が重くて重くて。痛い痛い全然痛い方がいいけど、痛気もの感じね、うん、ここが痩せたくて、もうここまあ女子はね、そう、でもここが このぐらい細かったらちょっとおかしいんだけどね。はい、わかりました、はい、乙女はそういうもんだよね。でキャピテーションでぐる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 やってる。そう、ぐりぐりやってる。でもなんか10分10分で合計20分で、うん、部屋使えるのが30分っていう感じだから。あ、そういう決まりがあるんだ。そう、へえ、いっぱい来てる。昼はそんなに、部屋が4個くらいしかなくて、でも2人くらい、うちの先輩に紹介してもらって、その仕事の、うんうん、そう、誰もいないから一緒に行くわって言われて、いいねいいね、うん、3ヶ月はやめられないみたいだけど、まあでも行くでしょ、うん、3ヶ月だったら全然。え、いくら月、その昼だけ初回は1500円で、うん、今月は来月から5500円かな。でも行くよね。うん、行く行く、毎日行く。で平日だけなんだけどね。うん、いやいや、だって仕事のついでに。
左のが痛いね、右全然平気。ちょっとこの粘国の方、こっちに右のがいるんだけどね。なんかいるね、そこ。喉。喉？だけどあなたの場合こっちだな、このラインで。肩。肩ね。肩凝ってないで、喉も痛いの？いや、喉は言われて初めて知った。肩凝ってない時ある？いや、もうずっとずっと肩。生まれた時から肩凝ってたんだな。それやばくない？それやばない？ずっと肩凝ってるでしょ？うん。肩こりやばい。肩の高さ違うから直したい。ああ、ずれちゃう。あんまり追っかけすぎるとな、痛くなっちゃうしな。やらないと変わらないしな。やっちゃってください。え？え？その言葉に騙されるんだよ。なんかリアクションの取り方がプロっぽくなってきました、ね、嘘、元からプロだけど。あ、そうそう、あ、プロですか。失礼しました。失礼しました。失礼しました。失礼失礼。くすぐったい。こちらの血流が悪いですよということ。へえ。あんまりここ親指のここがくすぐったい、ここはくすぐったくないんだけど、それとここがくすぐったいのは少し貧血もあるかなということ。レバー食べなきゃ。まあ、焼き鳥食べたいな。焼き鳥行くか。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 レバー食べれるの？レバ刺しだけ。ま。レバ刺しはオッケーなの。あ、焼くとなんかもっさり感が嫌なんだね。どうしちゃったって感じ。じゃあ砂肝が好き。砂肝と鶏皮。あ。とぼんじり。なんだっけ。ぼんじりね。おしりちゃんだよ。おしりちゃんね。うん、最近と？焼き鳥？うん、行こうと思って、なんか家の近くになんか鳥の助があったみたいで。でもなんか3日前に潰れちゃったらしい。その前に行きたかったんだけど。マジか。そう、ちょっと変な場所にあったから諦めちゃった。場所大事だよね。そう、行ったことある？鳥の助。鳥の助この辺にもあった。あ、そうなの。いいの。なかったか。あったと思う。そう、食べ飲み3000ちょいじゃん。ああ、そうなの。そう、超いいよ。ぼんじりばっか食べちゃうよ、そんな。ぼんじりっぽいよ。うわ、それどうなの。すごい嬉しくないんだけど。ぼんじりっぽいって初めて言われたわ。いや、俺も初めて言ったけどね。だろうね、うん、絶対カトレアだよ。あ、カトレアじゃない、ハイビスカスだよ。褒めてるんだよね。褒めてるって。うん、ありがとう、ありがとう。褒めてるって、絶対ハイビスカスだよ。そうそう、それが言いたかったんだよ、俺。ぼんじりじゃないよ。ぼんじりとハイビスカス。ぼんじりに出てきた。そんな。
のが痛いね。うん、上は右のが痛いね。こっちは左のが痛い。やば、体おかしいじゃん。はい。はい。いつもよりも多めに、 言うと思ったよ。リンパを流して痩せないと。あそこ、これ以上なくなっちゃうぞ。泡が落ちる。落ちたか。落ちた。それっぽいの行ってみるか。ちょっと手出して。ほら、ド S や。違うでしょ、ふって吹くんでしょ。あの、なくなっちゃったよ。はい、可愛く言って。ふって、そう、飛ばない。だってそういう、もう一回、もう一回、もう一回ください。ダメだこりゃ。ちょちょ、どうする。はい、どうぞ。はい、どうも。ダメだこりゃ。だったね、こりゃ。だってさ、こうとファ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 っていくようなに見えるけどね、硬いんだよ、それだけ泡が。いい写真が撮れたんじゃないのこれ。ひっくり返して頑張って。え、タオルひっくり返して、ひっくり返して。伸びてるだけじゃない。確かに。おばあちゃん、ちょっともらおうか。はい、ちょっと貸して。ついとるやないか。強いんだよ。踏み立たこまたついてる。ね、特別なんだよ。
はい、はい、ではそちらへ。今日はちょっと別バージョンで前回と違って、よっこいせーっと、おお、すべすべする気がする。それぬるぬるしてるだけ確かにな、泡だらけ床でか、はい、はい、横向きに右、うん、こっち、そっちから行きましょう。よいしょ、どっちがいい？遠慮なく。え、変わんない。なんか変わらないんだね。うん、どっちでもいい。うん、この面をたくさんください。で、ダラッとして。